飛び込みができるなと思って、あ、うん、異国に飛び込みができる、そうですね、出ていけないかもしれない、もしかしたら今 MR ももういけなくなって、この間言われたのは、さやさん次来るとき寿司買ってきてよ、あ、別にこそ寿司でいいんだら安いもんだな、でなんでですか、最近あんま食べれないんで、ね、なんでですか、だったらそうだ、 MR が接待禁止に、あ、もう法律から自主規制、わかんないよ、そういうのおかしいね、それは、うん、だからそれはね、自主規制なんですよ、そうですか、寿司買ってこいって言うから、そうそうそう、ああ、それはね、自主規制、まあ、だからそういう体質なんですよ、もちろんですよ、私は羊羹を持ってたんです、あ、でどうせ羊羹を買ってくるんだな、あ、そういう意味で、ね、多分1万円近くしたんで、あ、そうね、お前でご存知ないだから 客そうなんですよ、で彼らはその羊羹よりも、うん、そんな高級だからこれもあってもしょうがない、しょうがないですよ、ですね、これもね、これもね、後で出てきますけど、お客さんにぶつけるということなんですよ、ぶつける、だからぶつけるっていうのは、まあ、言葉悪いか分からない、ぶつける、お客様に実際試してみるということですね、試すということですね、ぶつける、前半の人とか何も返りしたいですね、本当に、あ、返りしたいですね、英語で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 、だって僕も昔 B2B の会社にいましたけど、某 Y 証券自主廃業しましたけど、あそこの担当者にはディスカス持ってきましたからね、熱帯魚ですよ、当時 2,3 万したやつ、その趣味だった、ね、そういうことやりましたからね、ね、そういうのがあった世界ですけども、まあ、今そういうのできなくなってますね、まあ、逆にそういうことやってるか、あの会社はなったか分かんないけども、ね、